で、ここからはそのテキストですとですね、7ページにちょっと少し記述があるんですが、アルゴリズムの記述について、まあ、今回はそのテキストよりももう少し詳しく説明していきたいと思います。まずアルゴリズムですけれども、まあ、これは数学のような正確な定義というのはないんですが、まあ、計算機科学の世界で、まあ、ほぼ合意が得られているこの言葉の意味としましては、そのある入力式や値に対してある出力式や値を出力されるための計算手段、計算手順またはステップのことを、まあ、アルゴリズムと我々よく呼んでおります。で、そのアルゴリズム の性質に関しましても、まあ、これもまあいろいろな意見がありますけれども、ここではそのクヌスによるものをですね、引用しました。ちなみにクヌスと言いますと、数学類の人たちは2年生の時の計算研修でテフというのを使って文章を作成、数式入りの文章を作成したと思うんですけれども、まあ、このテフを作った方なんですね。もともとは計算機科学で、まあ、非常に、たくさんの仕事をした方です。で、このクヌースの The Art of Computer Programming っていうアルゴリズムの有名な教科書がありまして、まあ、そこにそのアルゴリズムの性質が書かれておりますので、ちょっと紹介します。一つ目は有限性と呼ばれるもので、有限管理ステップで終了すると、停止するというものです。で、二つ目は厳密性と呼ばれるもので、まあ、全てのステップにおける動作が厳密に定められていると。例えば、サイコロを振ったりとかですね、そういう確率的な動作は一応アルゴリズムの要素からは除外されております。もちろんその乱数を与えるということが定義されればそれがアルゴリズムに組み込まれますけれども、まあ、それはきちっと乱数を与えるっていう定義がありますから、まあ、そういう意味では一つ一つの操作が厳密に定められているということを言います。で、3つ目は入力で、0個以上の入力を持つということです。それから4つ目は出力で、これは1個以上の出力を持つということで、まあ、入力はなくてもいいんですけど、出力は必ず行われるというのが特徴となっております。それから5つ目が有効性と呼ばれるもので、まあ、全ての演算が有限時間内に意味のある計算が行われると。だから、そうですね。だから我々がその、まあ、手計算で行うような形でですね、無駄のなくきちっと計算が行われるということが述べられております。以上が、まあ、アルゴリズムの性質もしくは要件です。で、次にそのアルゴリズムをどのように書き表すかですが、まあ、いろいろなやり方があります。で、ここでは疑似コードと呼ばれるものを使います。まあ、疑似コードというのはその、まあ、プログラムほどではないんですけれども、まあ、プログラム、実際のコンピューターのプログラミング言語の記述によく似たものであります。ただし、まあ、特定のプログラミング言語の記法ではないわけなんですが、いろいろなプログラミング言語というのはそのかなり似たような制御コードであったりとか、その書き方をしますので、まあ、そういったその類似した制御コードで書き方をこう抜き出して書いたというのが、まあ、疑似コードと呼ばれるものです。ですので、まあ、我々アルゴリズムを読んだりそれから記述したりする際にはよく行われるのがこの疑似コードの形でこう書くということなんですね。ですので読む方は疑似コードで書かれた、まあ、プログラムアルゴリズムを読んで、まあ、それを各自が使うプログラミング言語に書き下すということをやっております。で、まずその疑似コードの書き方として、まあ、アルゴリズムはこんなふうに記述しますというのをこのスライドに記しました。まず冒頭にアルゴリズムと見出しをつけまして、そこで括弧書きしてアルゴリズムの名前などを書きます。で、2行目に入力、これは式や値をこう並べていきます。で、3行目に出力、これも式や値を並べていきます。で、4行目以降は、まあ、ステップ1からステップ n までですね、まあ、有限個の行でその各ステップの計算内容を書くというふうにします。
それから次ですね、アルゴリズム特有の記号についても定義しておきますが、まず最初に変数、これは式、数や式の値を保持するもので、まあ、例えば p とか q とか、これはいつも数学で使っているような文字を使うことにします。で、2つ目は代入です。で、これは変数に数値や式を代入するというもので、例えばこの例ですと変数 u に0を代入するですとか、あとは次の例ではこの px がちゃんと定義されていませんけれども、何がしかの式だと思ってこの v という変数に何がしかの式 px を代入すると、まあ、そういった記述を行います。で、3つ目は論理式で、これは真偽値を返す式です。で、まず最初の例は u イコール0ですね。で、これは数学ですとよくこれ u という変数に0を代入するという意味でも使いますけれども、今回アルゴリズムではこれは u が0と等しいかという命題ですねを表します。で、その値は真か偽というふうになっていますので注意してください。それから例えばあとは論理積ですね、p かつ q ですとか、それから論理の否定 w の否定といったような表し方をします。最後がリターンで、これはアルゴリズムの値を返してその時点でアルゴリズムを終了するという、まあ、一種の命令文です。で、例えばリターン p という文が現れたら、これはその変数 p の値を返してこのアルゴリズムを終了しなさいということを意味します。まずこういった記号を使ってアルゴリズムを書きます。で、次にアルゴリズムを作る上で必要なのが制御構造と呼ばれるものです。アルゴリズムは基本的には一連の作業をこう順番に行いますので、まずは最初にこの逐次と呼ばれる制御ですね。それからあと選択、それから反復と呼ばれる制御構造があります。以下、順番にこれを説明していきたいと思います。まず、アルゴリズムの一番基本になる制御構造が逐次シーケンスと呼ばれるものなんですけれども、これはそのアルゴリズムに書かれた文の指示をですね、まあ、上から1行ずつ順番に実行するというものです。ですから、アルゴリズムの動きとしては一番基本的な動作になります。それから各文の文末はセミコロンで区切ることにします。2つ目の制御構造は選択と呼ばれるもので、これはよく if 文と呼ばれております。アルゴリズムはですね、まあ、ある条件によってこう動作をこう分けることがしばしばありますので、まあ、そういう時に使う文ですね。で、その動作を分ける基準になるのがある論理式なんですけれども、まあ、ある論理式が命題、ある命題が正だったらこっちの仕事をしなさい、不だったら、偽だったらこっちの仕事をしなさい。というふうな、ごめんなさい、政府じゃなくて真偽ですね。もしある命題が真だったら、こっちの仕事をしなさい。偽だったら、こっちの仕事をしなさい。というふうに、こう、命題の真偽によって、こう、処理の仕方が分かれるというのを条件分岐と思いますが、まあ、それをこの if という文で書きます。で、その最初の選択をするところに、ifα といったような書き方をし、ifα 全という書き方をします。ここで α は論理式ですね。ですので、ifα 全と書いたところで、次に、β というある文、もしくは文のブロックが来まして、ここで何をここでやることは、そのもしこの論理式 α が真ならば、この β の内容を実行しなさいということになります。で、さらに、この if 文には、この else で始まる、else とですね、この γ と呼ばれるもう一つの文のブロックを使うことが、つけることができまして、もし α が偽だったら、こちらのガンマの文を実行しなさいと、まあ、そういうことを意味しております。なお、この else の部分は、まあ、なくても構わないということにします。で、3つ目の制御構造は反復と呼ばれるもので、まあ、アルゴリズムでよくその繰り返し処理が発生しますので、まあ、それをこう書き表したものです。で、この反復の表す構文にはアルゴリズムやプログラミング言語でいくつもありますけれども、まあ、今回for文と呼ばれるものを使うことにします。で、for α と
いう 4α do という形の文を書いて、その下に文もしくは文のブロックを書いていきます。でこの α にはこのような形で変数とですね、それから変数を動く範囲をここを書いておけるんですね。でこれで何を表すかというと、もし、m から n って書いてあるんですけど、 n が m 以上ならば i を m から1ずつ増やして n になるまでこの下にあるこのベータの文を繰り返しなさいという意味です。それから逆に、m が n 以上の場合には i を m から1ずつ減らして n になるまでこのベータを実行しなさいという意味です。ですので、とりあえずこの i の範囲が与えられたときには i イコール m から何らかの処理を行うということを意味します。